めきさ、クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日は倉庫系、ゲーセンでカップ麺セットを狙います。ゲーセンプライズでは、おなじみのバーレル型の景品か。そうね、ただ普段よく見る設定とは違って、筐体の台に直接置いてあるわ。大体は、バーレルの上にバーレルが乗ってて、それを落とす設定だもんな。こういう設定で遊んだことがないから、落とし方がいまいち想像できないわ。手前が少し宙には浮いてるけど、普通に押しただけじゃ落とせないな。手前がダメなら、どこを狙おうかしら？手前は手前でも、蓋の縁ギリギリを押せば、うまくずらせると思うぞ。ほんとね、回しながら手前にずらせたわ。これだけずらせたら、あとはまた、手前の真ん中を押せば落とせるな。ミスしないように慎重に押してゲット。